おい、あれもしかして月夜のウサギじゃないか？本当だ！こんなところで本物のウサギちゃんに会えるなんて！今日はいい天気ですね。はい！あの、そちらの方ってもしかして例のボディーガードさんですか？何緊張してるの？もっとスマイル、スマイル。本当に仲いいんですね。ええ、ぞっこんですから。燃え盛るステージからウサギちゃんを助けたとき、恋に落ちたんですよね？そうなんですよ。彼、すっごい頼もしくて。それじゃあウサギちゃん、これからも頑張ってね。ありがとうございます。バッキュー。これも有名人の宿命ってやつね。そうはいかないの。だって早く天神平グループに借金返さなきゃいけないんだし。だからもっともっと稼がなきゃ。うわぁ、そういうこと言うんだ。ねえ、聞いた？お母さん、ちょっとひどくない？そうね、私の治療費ってことを考えると小塚君に出してもらっちゃったってことになるのよね。お母さん、さすがにそれは受け取れないわ。他人からそういう施しはちょっと。でも他人じゃないなら受け取れるわよ。例えばウサギちゃんと夫婦になれば財産も共有扱いだしね。ちょ、お母さん何言ってんの？あれは私の借金で、こいつは関係ないから巻き込んじゃダメ。うるさい。とにかく全額返さないと結婚もできないでしょうが。やだ、ウサギちゃんってば、そのために頑張ってたのね。あ、それじゃお母さんももっともっと元気にならなきゃ。だって孫ができたら一緒に遊びたいもの。そうだ、もう小塚くんなんて呼んじゃダメよね。大地くんよね、息子だもの。気が早すぎるってば。それじゃあ大地くんも、私のことはママさんじゃなくてお母さんって呼んでね。聞いた？ウサギちゃん、お母さんって呼ばれちゃった。お母さんが呼ばせたんでしょ？ごめんね。お母さんいつもあんなテンションでさ。うん。それでさ、さっきの話なんだけど、全部返し終わったらさ、前向きに考えてくれると嬉しいかも。なんちゃって！何度も言わないよーだ。
めんね、今日も遅くなっちゃって。そっか。そういえば、この前はピクニックありがとね。お母さん、とっても喜んでたよ。うん。これも全部あんたの。相変わらずだね。ま、そんなだからウサギちゃんがメロメロになっちゃうんだけど。そう思うなら本気で照れなさいよ。唐揚げ無理して全部食べなくてもよかったのに。あんた半分涙目なのにうまいうまいって。あれで気を良くしちゃったのか、次は倍作るって張り切ってたよ。次は胃薬用意しとかないとね。それで今日の晩ご飯はどうするのかな。お母さんがもしよければまた食べにおいでって言ってたけど。出張ってことは、今晩はお姉さん帰ってこないってこと？あ、もしもしお母さん？私だけど。今日は小塚のところに泊まるから。ごめんね、晩ご飯もう用意。ああ、よかった。それじゃあそういうわけで。わかってるってば。今度ちゃんとうちにご飯食べに来るように言っとくから。え、独り占め？ちょ、私が独り占めして何が悪いのかな。お母さんの彼氏じゃないでしょ。うん、わかってるって。ありがとう。久々に二人きりになれるから。それじゃ、何かあったらすぐに連絡してね。はーい、お待たせー。てわけで、あんたんちに直行。今日は、あんたんちに泊めてもらおっかなって。ご飯なら、うさぎちゃんが手作りしてあげる。さあ、行こう行こう。